こんにちは、ももです。今日はオートミールキャロットマフィンの作り方を紹介していきます。小麦、乳製品、卵を一切使用しないビーガンのマフィンレシピです。まず最初に人参をグレイトしていきます。ここの作業が一番大変なんですけど、頑張ってください。そしたらオーツ麦半分カップをミキサーの中に入れて、すごい細かく小麦粉ぐらいになるまで細かくしていきます。で、今日はグルテンフリーのマフィンを作るので、米粉を半分カップ足していきます。普通にグルテンフリーとかを気にしてない方は小麦粉でも全然大丈夫です。そこにベーキングパウダーを小さじ1とベーキングソーダ小さじ半分入れてってください。そしたら dry ingredients の出来上がりです。今度は wet ingredients をコンバインしていきます。まず最初に熟したバナナを1本ボウルの中に入れてフォークで潰していきます。今日はバナナを卵の代わりで使っていきます。バナナアレルギーの方はすったリンゴを使ってください。そしたらメープルシロップ4分の1カップ入れて、あとは豆乳を半分カップ入れていきます。ちなみにもうちょっと甘くしたい方はメープルシロップをさらに少しだけ足してみてください。これはそこまで甘くないマフィンになってます。で、ナッツバターを4分の1カップ、今日はアーモンドバターを使ったんですけど、何のバターでも大丈夫です。そしたらバニラエキスを小さじ1、あとしっかり溶かしたココナッツオイルを小さじ2足してミックスしていきます。そしたらさっきのすった人参を半分カップ、これは人参1本分ぐらいでした。と最後にレモン汁小さじ2を入れて混ぜたら wet ingredients の出来上がりです。で、さっきの米粉のミックスに入れていきます。ちょっとずつ入れて混ぜていってください。さっきも言ったんですけど、卵とか乳製品とか小麦を一切使ってないマフィンなので、すごくヘルシーで朝ごはんとかにもすごくいいレシピになってます。で、お好みのナッツを好きなだけ切って最後にミックスしていってください。今日はくるみを使いました。アーモンドとかカシューナッツとかでも合うと思います。ドライフルーツとかを混ぜたい方はドライフルーツとかも少しだけ細かく切って入れても美味しくなります。あとはざっくり混ぜていくだけです。で、最後にシナモン好きな方はシナモンも入れてみてください。で、これは今日は6個マフィンができます。6等分していきます。マフィンの型をココナッツオイルに少し塗って取りやすくしてみてください。そこに今のバターを流していきます。で、最後は飾りのためにウォーナッツを手で少しだけ小さくして上に乗せました。これはやらなくてもやってもどっちでも大丈夫です。180度のオーブンに20分間入れてみてください。爪楊枝を刺して爪楊枝に何もつかなかったら出来上がりです。ちなみに私は今日21分間焼きました。はい、こんな感じでキャロットマフィンの出来上がりです。すごい簡単にできるし、卵とかを使ってないんですけど、しっかりふわふわのちゃんとしたマフィンに出来上がるので、ぜひ卵アレルギーの方とか卵を食べないようにしてる方とかは試してみてください。
人参にはカロテンが含まれていて、カロテンは体の免疫力をアップさせて病気を予防してくれる効果があるので、今の時期にすごいぴったりだと思います。あと人参は肌にとてもいいので、ぜひ作ってみてください。私は人参あんまり好きじゃないんですけど、あんまり人参の味がしないのですごく美味しいです。はい、そんな感じで今日のオートミールキャラットマフィンのレシピはこれで以上です。 Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye!